霊感ないけど感はある。どうも玉様です。それでは、僕が人生で初めて金縛りに遭った時の話をしましょう。僕がまだ20歳の時、専門学校の留学で、とあるテキサスの大学にいました。その大学では、2人1部屋で、共通のトイレとバスルームがあって、で、隣の部屋と通じている感じで、そういう感じの寮でした。で、僕のルームメイトの、M 君、は結構ね、友達が多いタイプで、毎夜毎夜遅い時間に帰ってきて、ね、飲んで遊んで帰ってきて、なんか寝る感じだったんですね。で、寮なんで、二段ベッドだったんですけど、僕はその二段ベッドの下のベッドで寝てました。で、その日もマークが早い時間に出てって、遊びに行ったんだなと思って、僕も学校のね、その宿題を終えて、じゃあ寝ようかなと思って、その日は寝ていました。で、寝静まって、眠りについて、しばらく、何時間ぐらいだろうな、1、2時間多分寝たんでしょうね。その時に、初めてかかるんですけど、あ、来るっていう感じが分かって、なんか急にパッと目が覚めて、あ、怖い怖いっていう、すごいプレッシャーがあったんですね。で、あ、怖い怖いって思ってる時に、なんていうか、周りの空気の粒が、ぶわっと膨らむような感じというか、ぐっとこうね、圧迫される、全体的に体を圧迫される感じがあって、あ、絶対これ、金縛りだ。と思った瞬間にガッチガチに金縛りにかかっちゃって、うわっ、怖い怖いと思っていたら、気配を感じたんですね。で、その金縛りにかかるときとか、そういうときも、他のときもそうだと思うんですけど、これ分かる人なんでね、分かると思うんですけど、なんか目で見てるというよりは、こう、頭の中にその画像が入ってくる、みたいな感じで、ああ、なんだろう、見させられてるっていう感覚ですね。例えばなんかその脳の中の、ラジオとかね、そのテレビにこう、直接こう画像が入り込んでくる感じですね。そういう感覚で、もうなんか、強制的にそこの、気になった場所があって、部屋のドアのところ、あ、ここにいるって、まだその時は何もなかったんですけど、すごい分かったんですね。で、あ、怖い怖いって思ってる時に、ぼーっとくすんだ形で人の形が、黒い真っ黒い人影がぼーっと出てきたんですよ。わー、怖い怖い、なんだあれって思ってて、その真っ黒な人影が男か女かもわからないんですけども、なぜか男だなっていうのが伝わってくるんですね。あ、怖い怖い、なんとかしよう、なんとかしようって。でも、海外だし、こうね、生身差別も多分通じないだろうな、みたいな。どうしようと思った時に、体感時間的には5分かそのぐらいだったんですけど、もっと長かったのか短かったのか、ちょっとわかんないですね。怖い怖いと思ってたら、スーッとその人影が消えてって、で、パッと、溶けたんですね。金縛りが。でもその金縛りにかかった感覚も、見ていた、実際にね、見ていたんですけど、頭の中に映像が入ってきたような感覚も、夢だったのかなって思うぐらいの、なんか夢なのか本当なのかわかんないっていう、なんか次元のものに感じました。そして後日、同じ専門学校から行っていたね、留学に行っていた友達に聞いたら、あ、その女の子もね、あ、私も同じような感じでかかったっていう話をしていました。その量はね、なんか出るっていう噂の量だったんですけど、みんながみんな同じような体験をしているらしく、僕はその1回きりだったんですけど、そういうことがあって、海外でもね、そういう金縛りに合うんだなと思った貴重な体験でした。皆様も、よく金縛りにかかったっていう人はね、いますけども、似たような体験をしていると思います。そういう時どうしたらいいかね。
考えてしっかり自分の身を守ってください。